携帯電話転勤文字入力の早打ち世界記録に挑戦。シンガポールのキャリアが主催する携帯電話の文字入力早打ち大会。単語予測や単語補正を使わずに、この160文字の定例メッセージを、あなたは携帯電話で何秒で入力できますか？世界記録保持者は18歳の若者で、記録はなんと 41.4 秒です。では、この記録に50歳の私が挑戦してみましょう。いかがでしたか？なんと39秒台の記録を達成いたしました。この記録はフィオキーボと呼ばれる次世代の文字入力方式を採用したデモ機を試作して、パソコンへ接続、単語補正や単語予測が使えないノートパッド上に表示させました。実は年間12億台以上が販売されている携帯電話の標準的な文字入力方法であるマルチタップ方式は大きな障害を抱えています。この160文字の定例メッセージは、実は350回以上転キーを押し続ける必要があり、世界記録保持者は毎秒8回から9回も正確にキーを押していることになります。いかにこの世界記録を更新することが難しいものか、ぜひご自身でチャレンジしてみてください。一方で、フィオテクノロジーインク社が取り組んでおりますフィオキーボと呼ばれる入力方式では、送検回数が165回、記録更新に必要な速度は半分以下で済みます。毎秒5回打てると33秒。おそらくフィオキーボを搭載した携帯電話が市場に普及した頃には、多くの若者が30秒を切る記録を達成できることでしょう。フィオキーボを搭載可能な対象製品は2008年時点ですでに年間16億台を超える市場規模があります。フィオテクノロジーインクでは、フィオキーボをはじめとして利便性に優れ、創造力あふれるアイデアとイノベーションで顧客企業を支え、社会に貢献してまいります。フィオキーボや新規ビジネスのアイデアについてもっと詳しく知りたい方は、こちらまでご連絡をお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。